さあそして女王ミロソビッチの登場。昨日は中日カップでの3連覇を阻まれましたけれども、やはり貫禄の演技が続いています。伸身のダブル、他の選手が今日は抜いてきましたが、やはりミロソビッチはやってきた。やはり切り返してきましたね、もうこれでもかという構成してますね、はい、今のところ大きなミスは全くありません。さあ最後のシリーズになります。見事でした。さすがですね、やはり一つ一つの技がこれ洗練されてますね、やっぱり。ただまあ18歳になったんですけど、ちょっと音楽もう少し落ち着いた感じでやってほしいなと、個人的には思いますけど、エリーゼのためにをちょっとこうロック調にアレンジしたというような曲だったわけですが、まあ、でも彼女はこのパワフルな演技はよく活かされてますね。なるほどね。